吉谷さん人生にはまあいろんなことがありますよね自分に有利なことが働くこともあれば不利なことが働くこともありますまあこれはどんな人でも変わらないんじゃないかなと思いますまあ生まれながらにして政治家の家に育った人もじゃあそれで人生成功かっていうといや俺はロックミュージシャンになりたいんだよとか言っても認められないでしょうし 漫画家になりたいんだけどなーって言っても「おいおい待てよお前何やってんだよ」っていうふうに家族の猛反対に会うでしょまあねそう考えたら何者でもない家の子供に生まれればとりあえずどの方向に向かおうと自由はあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんあまりにも貧しいと思考は自由だけども実際にどっちに向かえるかっていうのは限られることがあるかもしれません。 でもこれを金銭的にね豊かすぎるとおそらくですけども金銭的に貧しくなる道っていうのは、うん、幼い頃から選択肢にに組み入れられらくいいんんじゃないかなかと思うんですよこれはね親や親族がそういうふうに洗脳していくっていうところもあるかもしれませんがでも本人もねこの豊かさを手放してまで自分の大好きなことを見つけることができるかなと思ったらまた困難なんじゃないかなと思いますよね。 まあそういうい感じでね、結局は自分に程よい温度自分に程よい風向きこういったものでなければ自分は不幸だと言い張ったりするわけなんですよねそして自分以外の人が何かうまくいった時はあの人は特別なんだよ自分もあの人と同じ状況だったらこうなっていたよとか思うわけですよいまあ、未だにね30になっても40になっても自分の出身校はどうだったとか言い始める人もいますよね 要はその出身校を自分がどう使っていくかってことだと思うんですよ。どう考えていくかってことですよね。まあこういう言い方もします。自分はまあ三流大学の出身だからみたいなね言い方をしますけども三流大学の出身って思うのはまあ自由だからいいんですけどもそれを発するのはどうかなと思うんですよ。というのがね自分が三流大学の出身だからといったところで今現役でその大学に 通わているる方がいるんですよねその人を同時に貶としめてることになるということに気づかなくてはいけませんしその三流大学と自称する大学を一生懸命夜も寝ずに受験勉強ししててて目指していいるる人への敬意を忘れんんじゃないかなかと思うんですよね、まあ、そういったことも込みで自分が何をどう使っていくかってこと全てが自分のこれからの人生のレールに変わってくるんだろうなと思うんですよね。 さあそれでね、まあ、一つのネットビジネス塾に入って成功する人失敗する人いると思いますしじゃあそのネットビジネス塾に失敗したからっていってじゃあ詐欺で騙されてどうしようもない人生なのかそうではないんですよ。あなるほどうまくいかないなとじゃあどこだったらうまくいくかなって感じてあっちこっちの塾を体験するいわゆるノウハウコレクターの道を歩みながらそれで人生を満喫するっていう方法もあるんですよね。 これ何が言いたいかっていうと、次の軸では儲かるかもしれないなっていうふうにですよ。で、全ての希望を試して自分でストップをかけてもうやめたっていう時にその全ての希望は空虚なものになるのかなと思いますけども多分結果をともかくやり続けてる限り求め続けてる限りなんか希望は消えないんじゃないかなと思うんですよね。 まあ実際はそうは言ってもね多くの人はネットビジネス塾を振り込むところまでは一生懸命なんだけどもお金を払った瞬間コンテンツが送られてきたらまあなんか上の空っていうかねもう次のことを探してるんだろうなと思うんですよつまりノウハウコレクターっていうのは買った本を読まずに本棚に入れておくだけみたいな感じでねまあけどそれもその人の楽しみ方なのかなと思うんですよプラモデルを買って作りもせずにずっと倉庫に入れておくまあそれがね なんか所有欲ってものを満たしているようであればそれは喜びなんじゃないかなと思うんですよまあもう一つね最近その離婚率のことについて話すことがあったんですけども日本では三組に一組が結婚したにもかかわらず離婚するらしいんですよじゃあこの離婚率が多いことを人は不幸として捉えてるのかなっていうことで私はねちょっと違うよというふうに考えてるんですよ 結婚してみたけどもうまくいかない時期が来たうまくいかないことが分かったからお互いもっと幸せになるために離婚しようねっていうふうなそのハッピーになるための離婚の選択なはずなんですよ少なくとも結婚してる時よりは良くなるために離婚してると思うんですよいや離婚したらもっと悪くなりそうだから離婚しようよっていうふうな選択っていうのはあると思いますがどちらかというと少ない方なんじゃないかなと思うんですよねその辺は数字に出てないんで分かりにくいんですよ でもっと数字に出てなくて分かりにくいのは結婚状態は維持してるんだけども別れたくても別れられないっていうこういったところですよねまあ離婚すると男性に圧倒的不利ですから自分の財産半分以上持ってかれてめっちゃめっちゃのケチョンケチョンですからね、まあ、だからこそ男性はそういった情報があるから最初から結婚っていう選択肢を取らなかったりするわけですけどもじゃあ結婚しないことが幸せなのか不幸なのかっていうと 独身を使いこなせるかそれとも独身で寂しくてくたびれてしまうのかっていうところにもなりますんでね、まあ、孤独を愛する人とか全く一人でも困らない人っていうのはそれはわざわざストレスを抱えるために結婚する必要はないかなと思いますしねただ将来的に自分一人で自立できる自信がない方はあの、まあ、結婚して相手の人に。 依存するる選択を取るのも一つだと思うんですよそれは生存のための知恵ですからね一人でダメだったら誰かにオーブに抱っこして生きるっていう方法もありますんで何もねみんなが自立する必要はないんですよ自立できない人は人の包容力に乗っかってうまいことをやっていけばいいのかなと思いますしねそれはそれでねあの困難な道だと思いますんで自分の人生を全部責任を持ってくれる人面倒を見てくれるような他人を この国でで探すすわけですか私は、ねまあ、少なくとも従業員を養ってきた経験を持った人間から言わせれば結婚にそれほどの魅力はないかなってところですよねもし打算や計算や損得で考えるなら結婚はしない方がいい特に男性はでもでもそういった打算や計算を全部かなぐり捨てても一緒に暮らしたいと思えるようなまさに自分の冷静さを欠くような状態に。 陥るようなな感情的なね出会いや恋愛があるんだったらそれは全てを投げ打っても結婚してみる価値があるのかなとかね思うわけですよねまあそして10年経って20年経って30年経って気持ちが変わるこれはもう仕方がないわけですよ、ね、今はいいけどもさそのうちに気持ちって変わるよって言われたらその通り気持ち変わるよだからなんだよって変わった時に考えるよってそれでいいわけですよもしかしたら変わらないかもしれないし変わらないための工夫を何がしか 行われれるかもししませんしねだから全てはいろんな条件や時期によって変わってくるわけですから変わってない今から変わったことを心配しても仕方がないのかなと思いますよねでも同時に変わった時のためにどうするっていうふうな立芸ジもいるのかなとだから全てはどう使いこなすかってことだと思うんですよ自分の力量に、まあ、全ては依存するのかなというところですよね。 億万長で合宿のやり取りこうやってずっと続ける中でさまざまなテーマについて話し合ってきましたけども結論を出すようでああっって、てて出してないよようであってなんでんすよねで。同じようなこう会話を繰り返しながら同じような結論に変えていく時もあれば以前とは違った結論に向かう時もあるつまりは思考が変化もしくは進化しているってことかなと思いますもしくは時代に合わせて私たちが考え方をどんどん変えてきてるかなっていうね 億万長者合宿なんてのはもともとプロモーションのために始めたわけですよ合宿費用300万そんな湯河原の合宿のためにやりました湯河原に参加してくださった方はそれでもいらっしゃいましたけどもじゃあ億万長者合宿に参加した方がじゃあ億万長者になったのかっていうとそれは億万長者合宿に参加した方の中で億万長者になったのは多分主催の私たちだけでしょうねだって主催してる方が一番真剣ですからそして一番継続してますから そしておくろんこもちょうや合宿のやり取りだけでなくと他のことも無数にこなしながらやってるわけなんですよ。だから本当にそのぐらい自分の人生を使いこなしていけば、不可能は非常に少なくなると思うんですよね。でも自分の人生の真ん中を歩いていながらね、何もかも自由にならないっていうのは、もうこれすでにですね、国のせい、時代のせい、テクノロジーのせいとは言えないのかなと思うんですよ。 いや自分の人生がそれでもね、自分以外のものによって操作されてるっていうんだったら、もうそれは諦めるしかないんじゃないですかね。誰もがね、そんな無名の人間の一人の人生を左右するほど暇じゃないと思いますんで、えー、最後にね、陰謀論の話をしようかと思いますけども、なんかこの世の中には、あのー、すべての国民を支配しコントロールしてる、なんか闇の力があるらしいんですよ。その闇の力っていうのは、 高猾で資金力も莫大あって、なんならお金自体を作り出している勢力であってね、国際金融資本とか、ユダヤマネーとかなんかいろんな言われ方をするみたいですけども、これは大統領も知らない。そして天皇陛下も知らないようなことをもう知っていて、闇の勢力みたいなのね。で、世界中を動かしてるらしいんですよ。で、そんなね、大統領でも一国の元首でも知らないようなことを なんでねあなたが知ってるんですかって陰謀論を話す人に聞いたら検索したら出てくるって言うんですよ自分で検索してみてくださいよ出てくるからっていう風にね怒られるんですよちょっと待ってよ世の中を支配してる人がねなんで自分の正体を天皇陛下やどっかねアメリカの大統領とかには知られてないのになんで検索したら出てくるんだと検索ってのはいいですか考えてくださいよ Google っていう一民間企業が作り出した検索システムの中に誰かが書き込んだ情報ですよってことですよ。なんで闇の勢力はそこに書き込むことをこうやって見てるんですかって。<laughs> 何をやってるんですかと。<laughs> そしたらまあね、陰謀論言ってる人、それはねとか言ってなんかこう、ね、罰が悪いような感じになってましたけどね。うん、検索したらなん,でなんでそんな秘密が出てくるんだったら、<laughs> なんで大統領が知らないのよとかね。<laughs> なんでその国家元首がね知らないのよみたいな面白いパラドックスですねで仮にまあいいですよその辺はじゃあそのどうしようもない強大な支配体制があるとして私たちも抵抗の手段がないじゃないですかとだってね国家元首だったら選挙で落とすとかねなんかそのクーデターで追い落とすみたいな方法があるけど闇の勢力がどこにいるかすらわからないんでしょ じゃ私たちはなすがうまにされるだけでもう終わりじゃないですか何の抵抗すればいいんですか <laughs> まあそうするとさらにねポカーンとしてましたんでね、まあ、陰謀論っていうのは本当限界がくるんですよねまず、うん、な,ならこの陰謀論っていうのは自分の分からない回答をあの陰謀論ってとこに押し込んでるから途中からはね、あのー、そのミッシングリンクを起こしてるわけなんですよ結論までのルートが引けてないんですよ全部が「いやそこはまあ陰謀論だからね」とかね「そこはね陰謀論だから」 検索したら出てきますよ <laughs> 世の中を支配している人のその下の下の下の方にある一企業があってその一企業があの検索結果として「闇の勢力がこんな形で動いてます」みたいなの「何でそこに載してるんですか」みたいな「本当に闇の勢力があるんだったらそういうふうなデータ消すでしょ」みたいな <laughs> まあいろいろね面白いことがあるもんです陰謀論は。何の話してましたっけいってらっしゃい。